はい、こんにちは、ミカスです。今日は、提供商品の商品紹介やっていこうと思うんですけども、モバイルバッテリーです。今ね、いろんなモバイルバッテリーがあって、もういろいろ目移りしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、今回そのワンバイワンさんの商品こちらになります。容量がバカでかいってものじゃなくて、比較的ねコンパクトな、タイプのモバイルバッテリーですね。早速中身を見てみましょう。はい、入れ物こんな感じですね。よし、じゃあ開けるぞ。こんにちは。おー、出た、いきなり出たぞ。うわ、ちっちゃい。こんな手のひらサイズです。手のひらサイズ、こんなもんですね。柄がついてます。柄がついてる。で、画面付きです。で、ここにボタンがあって、後ろに、2アンペアと1アンペア、それから充電用のマイクロ、以上ですね。さあ、付属品は説明書と USB のケーブル。あのね、大きさがねプラスじゃない iPhone と同じぐらい、6S と比べちゃうとむしろもっとちっちゃいですね。で、容量の方が 6000mAh っていうことで、6S、まあ、6とか 6S だったら 2.5 回分、プラスだとね 1.5 回分かな、そのぐらいの、まあ、6000mAh 容量になってます。いや、ちっちゃい、薄いよな。厚みもね、こんなもんしかないんですよ。はい、電源入れてみました。今 100%、 新品の時 100% なんですね。かっこいいなこれ。じゃあ早速つないでみようと思うんですけども、これなんかバッテリー残量パーセントで出るのってすごくないですか。はい、じゃあアウトに USB を挿して、はい、今日はねそのまま iPhone 充電するのもあれなんで面白くないんで、ソニーのねアクションカムの、リモコン、これ便利なんですよね。ここにね画面出てね、カメラで撮ってるもの映って、ここでカメラを複数切り替えできてね、腕時計にもなるし、まあそれはいいんですけど、ちょっとこれ充電してみましょうか。はい、ではドキュン。さあ、これ充電始まってんのかね。あ、こっちついてますね、これね。ということで、まあ、充電はできてると。で、モバイルバッテリーってね、何もやこういう風にスマホだけじゃなくて、こういう風にね、あの USB 充電のもの全部に使えるんで、おまけに 2A だとね、あの早く充電できるんでいいんじゃないですかね。てかね、いろいろ自分もねモバイルバッテリーは今まで買ってきたんですけど、これデザインいいな。こう画面付きなのかっこよくないですか。で、残量表示がデジタル表示っていうのってあんまないんじゃないかな、あんのかな今は。まあ、ということでね、非常にデザインもよくで、これ、ね、白もあります。そんな何回もねスマホ何回も充電できる容量はいんねえよっていう方にはね、コンパクトでカバンに忍ばせとくには非常にいいんじゃないかと思います。お、 99% になった。はい、ということでワンバイワンさんのモバイルバッテリーの紹介でした。以上です。じゃあいいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあいいね。